増え続けるゴミ、生活水準の向上や事業活動の活発化は膨大なゴミの量を東京にもたらしました。これらのゴミの中にはガラスやプラスチックなどのように土に戻らないものや有害物質を含んだもの、また資源として再利用できるものも多く含まれています。増え続けるゴミはもはや自然現象と言えなくなっています。私たち一人一人が地球の限られた資源を消費してゴミを増やしているのではないでしょうか。物や食べ物があふれて使い捨てが文化として称えられるような風潮もありました。大量生産、大量消費から発生するゴミによって繁栄してきた街が押しつぶされそうになっています。東京23区から1年間に出るゴミの量およそ481万トン、東京ドーム15杯分にあたります。そして新宿区も今この深刻なゴミ問題に直面しています。今ゴミ問題って言いますと相当深刻に考えなければならない時期に来ていると思うんですが、こちらのリサイクル推進課ができたということは区としてはもうすでにいろいろなこう取り組みをお始めになったっていうことなんでしょうか。そうですね、平成4年の4月にリサイクル推進課ができたんですけど、現在10人ぐらいの事業をやっております。で特に中心になるのは、町会自治会の方々が中心になって、雑誌とか新聞とかボロとかアルミ缶とかそういうものを集めてくださっている集団資源回収なんですけども、それの支援事業、それからこれは区で、モデル事業として今実施しているところなんですが、瓶と缶の、分別回収を始めております。でその他にも牛乳パックの回収とか乾電池の回収ボックスの設置、それから、空間上といいましてね、発見式で缶を入れるとシールがこう出てきまして、それを貼ると、100枚で、100円の図書券で買えられるというそういう回収機の設置だとか、その他にも年に1回リサイクルフェアを大々的にこう実施したり、いろんなパンフレットの発行とかね、そういうような事業を始めております。現在新宿区で集団回収を行っている団体はおよそ180団体。集団回収は資源をゴミにしない誰にでもできる効果的で実際的な方法です。リサイクルを進めようとする区民の協力で資源を大量に効率よく集めています。町内会や自治会などの単位で取り組み、売上金や区からの報奨金が地域活動に役立っています。区が主催する清掃工場や埋め立て処分場、カレット工場などの見学会も活発に行われています。1日に9000トンのゴミが運ばれてくるというこの処分場、参加した皆さん、この廃墟のような世界にゴミ問題の深刻さを改めて感じたようです。そして今度は運ばれたゴミの埋め立てですけれど、サンドイッチ工法ですね、左を見て後ろの方を見ていただきたい、白い灯台みたいなのがありますね。それからこの塩同士の中に渡ります、フェイスがあった、これが中央防波堤といいまして、海底トンネルの先まで行きます。臨長 4789.4m、 これが中央防波堤といいまして、昭和38年に公安局です。その当時は全国の人が東京から来ている。私たちの身近なところでゴミをなくす、リサイクルをする取り組みが活発になっています。西新宿の鈴木さんは自宅のあるビルの事務所などから出る古紙をリサイクルに回しています。では鈴木さんのリサイクルのポイントをちょっと教えてもらいましょう。
これはですね、新聞は新聞、雑誌は雑誌、段ボールは段ボール、色状は色状、こういうふうにですね、区分して分けてます。出す方がですね、本当はきちっとして出してくれればいいんですけど、そうでなくて出す方はもうどん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 ここへ持ってきて置いていくんで、うちの方の作業員にね、一人かかりっきりで殺させております。資源がですね、資源を大切にするってことは、日本には資源ないんですから、その資源を大切にするってことは、こういうことをしてもらわないとですね、困ると思うんですよ。高田の馬場に住む小島元江さんは、今では新宿区のリサイクルのシンボルともいえる存在。で、ね、皆さんご近所の方とかね、小学生のお子さんがね、集めて持ってきてくれるんですよ。だから前に1万個集めたら車椅子になるというので、一生懸命お子様が集めてたんですけど、こういうふうな形で振り分けなければ絶対にメーカー引き取らないということで、一応集めたのをいただきまして、あとは黙々とこういうふうな楽しい作業をやらせていただいております。国民が1人当たり年間270本も消費するという空き缶、小島さんの家には区から貸し出される空き缶潰し機レンタが常備されています。さて小島さん、今度は颯爽とどこへ行くのかな。スーパーマーケットで集められた牛乳パックの回収にやってきたようです。小島さんの牛乳パックの回収にかける熱意は、地元のスーパーや東京電力までも巻き込んでしまいます。平成2年に始まった牛乳パックの回収は、今では戸塚地区をはじめとして区内でも大きな広がりを見せています。なんと牛乳パック30枚でトイレットペーパーが5個もできるんですって。そして小島さんは、牛乳パックを使ってリサイクルを楽しむことも忘れません。下までずっと下、最後までそこまで、ここまでやったからこれで満足してるってことだとどうしようもないし、もっともっとという気持ちは常にありますからね。ただそういう気持ちが一人でも多く浸透して、皆さんの気持ちがそうなれば、もっともっとということになるんじゃないかと思うんですけどね。小さなことでもやっぱりやらなきゃいけないんだということで、浸透していくしかないんじゃないかと思うんですけどね。新宿区消費生活モニター第一グループの皆さんが、新聞の折り込みチラシを使っていろんなものを作っています。ここでも楽しみながらのリサイクルが行われています。もったいないもったいないで何でもやってたんですけれど、それでもね、今の時代に入るとなんか捨てるようになってたんですよね。生活がそっちの方へ入ってきた頃にこのモニターをして、初めてもこういうも今まで捨てていたものがまたなんか使えるものになるんだって伺って、あっと思ってまた嬉しくなって、もったいない精神がまたムクムク出てきましてね。なんとなく捨てていたものがなんか新しいものに生まれ変わるっていう、なんか想像の喜びっていうんですか、そんなものを味わってます。友永さんは福祉会館で開かれているリサイクル講座にも参加しています。この日は区内のデパート、スーパーマーケットのパックやトレーの調査。袋はどこだ、
明かりあるよ。あっちあっちある。向こうにある。お店の明かりのは新鮮なのでやつ。そう。やっぱデパートによって量り売りが多いところと、それからあの発泡スチロールとかプラスチックに入っているところ、ちょっと極端だなと思いました。でもだいぶあのデパートもあの量り売りとかして、あの発泡スチロールとかトレーを使わなくて、ただあのビニール袋1枚でにだいぶ努力しているというところは見受けられます。トレーとかなるべく使わないように、あの量り売りであの売ってらっしゃるあのデパートとかそういうお店を選んでいきたいなと思います。はい、伊藤さんも家庭の中でのリサイクルに熱心です。身の回りでできる簡単なことからリサイクルに取り組んでみようと始めたのが石鹸作り。使った後の天ぷら油と化成ソーダがあれば簡単に石鹸ができるんですって。合成洗剤なんか使わなくたってちゃんときれいに汚れは落ちるそうです。それに環境のためにも石鹸を使うことが大切と伊藤さんは言います。子どもたちもリサイクル運動に参加します。もう子供だけじゃなくてね、まあ、あの全ての大人がやらなきゃいけない時代ですよね。ですからね、あのやっぱり小さいうちからね、その環境問題ということを身近なところから意識させてね、やっていくということが最も大事だと思ってます。学校頼りで、まあ、家庭に呼びかけたりね、それから朝礼でお話をしたり、それから担任の先生が、まあ、あの子供たちにね、まあ、あのそれぞれその発達段階に応じてそのいろんな話をしたり、まあ、ビデオを見せたりとかですね、いろんなことをやって、やっぱり子どもたちにその環境に目を向けさせていきますね、やらなきゃいけないと思ってます。北新宿にリサイクルを進める主婦のグループがあると聞いて早速やってきました。子どもたちの通学路のゴミをなくそうということから始まったグループ活動、今では一人一人の家庭の中までリサイクルが浸透しているそうです。この日は定例の空き缶回収。ところで、あの皆さんたちは魔女工房ってサークルの名前がついてるわけですけども、どうしてその魔女工房っていう名前がついたんですか？魔女っていうのは、あのほうきに乗りながら私たちがあの思ってる以上のこと、それから人間ではちょっとできない不可能なことをもあの現実化してしまうっていうことにあやかりまして、魔女工房という名前を、はい、つけたんですけど。じゃあ皆さんどんな活動をなさってらっしゃるんですか？アルミ缶やあのスチール缶などをあの捨てないで、ゴミとしないで、あの何かリサイクルの方に回せないかということで、あの私どもはこちらにあの魔女缶というものをあの作りまして、ここへあの地域の方々がお持ちくださるようにあの設置しまして、それを私どもは毎週土曜日にあの参りまして、潰して業者にあの持って行ってあのもらうようにしております。それが一つの活動です。それからあとのゴミをあのなるべく出さないようにするということで、あの地域のあのミニコミ誌にあの定期的にあの記事をあの寄稿しております。田中さんはゴミを思う存分生活の中に取り入れて楽しんでいるとか、早速伺ってみました。あれもあの洗っておいて、その色をつけてモザイクにしたもの、それも子どもと一緒にやりますし、それからあの卵が入ってるパック